ているが、なんですか。JR 仙石線は震災の津波で大きな被害を受け、東松島市の陸前小野駅と松島町の高木町駅の間のおよそ12キロの区間で、線路や駅を内陸に移すなどの復旧工事が進められています。震災から3年9ヶ月が経って、この区間がようやく一本のレールでつながることになり、東松島市内の高台に移設された新しい東大駅で記念の式典が行われました。